皆さん、今私は緊急で動画を編集しています。私はとんでもないものを見てしまいました。不評だったあのダービースタリオン公式選手書籍版がAmazonで値上がりしていたのです。Amazonだけではありません。Yahoo ショッピングでも値上がりしています。最初は私の勘違いかと思い、楽天ブックスでの購入履歴を見たのですが、間違いなく定価の2420円で購入していました。そして、恐ろしいことに、現在、楽天ブックスでは、ご注文できない商品となっているのです。注文できないということは、在庫がない。つまり選書が売れているということになるわけですが、さすがに、こんな攻略本が売れているはずがないだろうと、楽天ブックスの本日の攻略本売上ランキングを見てみると、なんということでしょうか、今頃になって、5位にランキングしているのです。一体何があったのでしょうか。では、今回はここまでです。最近、ちゃんと動画出せてなくてごめんなさい。それじゃあ、またね。